はい、RWS テレビジング神奈川支部高橋です。はい、今回の、YouTube 動画の内容の方は、ドリブルの1対1で、まあ、テクニック以外ですね、スピードの緩急っていうのをですね、よくですね、言葉も聞きますし、あとね、うまく使い分けられる子っていうのは、すごくですね、ドリブルが上手い子が多いです。で、今回ですね、そのスピードの緩急っていうところをですね、簡単に、まあ、説明と練習方法をですね、動画の方で、教えていきたいと思います。はい。で、対象年齢の方は、やっぱりこの間、橋本無料スクールですかね。まあ、年長さん、1年、2年生が多かったので、まずドリブルの、まあ、基本のテクニックっていうよりも、体のうまくね、使い方をですね、教えたかったんで、今回ですね、スピードの緩急というところをですね、ほんと基本的な、まあ、ベーシックなですね、ボールの運び方になるんですけども、練習していきました。で、その保護者の方で、まあ、もう一度ですね、YouTube とか動画の方で上げてくれませんかってことだったので、今回ですね、YouTube の方で回していきたいと思います。では、早速練習の方に移りたいと思いますので、ぜひですね、皆さん見ていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では、早速どうぞ。どうぞ。動画をですね、3つほど、ご紹介させていただきました。1,2,3 っていうですね、ちょっとステップにちょっと分けたんですけども、まあミニコン、奥の方がですね、相手です。で、マーカーからですね、スタートしてもらって、相手のいる位置に、ボールを運ぶという練習のやり方になります。で、ここで、考えてほしいのが、相手がいない状況、遠い状況で、ボールを持つときには、もちろん前にスペースがあるので、大きなですね、歩幅、ステップをしながら、スピードをアップして、ボールを運ぶ。で、一つ目のですね、ミニコーンがあると思うんですけども、そこで、ドリブルを、ね、減速させる。スピードを緩め、細かいステップを入れながら、ドリブルをやるっていうのがですね、相手の目の前ですごいですね、必要な能力になります。で、最初はですね、一つ目の、動画みたいにですね、奥のミニコーンに対して、ボール触らなくていいんで、細かくステップする。で、スピード、二つ目のコーンを、ミニコーンを過ぎたら、またスピードアップするっていうことをですね、そこで、ステップの、種類とスピードの緩急というのをですね、うまく使い分けられたらなと思っています。はい。で、二つ目が、一つ目より若干難しいんですけども、ミニコーンを過ぎたら、やっぱりですね、細かくステップするだけではなくて、細かくボールを触って、で、二つ目のミニコーンを過ぎたら、大きなステップに変えてドリブルで運ぶっていうことをですね、意識してやってほしいと思います。で、三つ目になりますと、またこれが難しくなってきて、最初は一緒ですね。相手が遠い状況なんで、歩幅が大きく速いドリブルを、前に進めてもらって、一つ目のミニコーンを過ぎたあたりから減速して、で、二つ目のミニコーンの相手が足を出すイメージで右、もしくは左にかわせれるという。すごくですね、スピード乗った状態から相手の近くに行って、右や左にか、ね、スピードを減速してかわせるっていうのがですね、ものすごいですね、子供たちに必要な練習となります。今ですね、まあ、そのスピードの緩急、まあ、スピード緩急、かっこその歩幅にポイントがあるんですかね。まあ、相手の位置によって、歩幅を変えることによって、まあ、スピードを、速くする、遅くするっていうことができますよっていう、まあ、意味合いを込めて、まあ、説明させていただきました。で、まあ今ドリブル塾でもそうなんですけども、まあどこのですね、クラブチーム少年だそうですけども、やっぱりですね、足元の技術鍛えようって言って、じゃあ子供が試合中、ゲーム中、相手がどの位置で、で、自分がどういうタイミングで、技術を出せばいいのかっていうのがですね、本当ですね、わからない子供もたくさんいると思います。で、まあそういった時に、こういう自主練等で、
反復練習を行って、まあ、体でしっかり覚えて、また練習や試合に入るっていうのはすごくね、大切なんですね、時期となりますので、もしよかったらですね、参考にして、練習の方を行ってください。はい。で、春コーチですね、12月の方から、厚木スタートしました。で、おかげさまでですね、まあ、厚木方もですね、人がたくさん集まりまして、またですね、第1校目、第2校目もですね、空いてませんかっていうね、ご連絡をいただいております。で、YouTube、まあ、動画通してなんですけども、自分のですね、らしさっていうところを、まあ、他のコーチよりもですね、だいぶ上かな、10、20上ぐらいですけども、今までですね、本当に、技術はもちろんですね、まあ、経験とか、そういうことはですね、しっかり子供たちに伝えられると思います。で、若干ですね、練習中とか話はですね、長くなる可能性もありますけど、まあ、それだけですね、多くのたくさんの子供たちに伝えたいことがありますので、ぜひですね、ご興味がある方はですね、まあ、公式 LINE 通じて、神奈川県の、まあ、私以外にもスクールが他にも5つあるんで、合計8個ですね、ありますので、どうぞよろしくお願いいたします。では今日は、スピードの緩急っていうところで、ご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。